超高音炉の構造図超高音原子炉は1000度近い高温状態で発電を行う第4世代原子炉の一種である。ヘリウムを一時冷却剤として使う方式が最も開発が先行して実証炉段階にあるために高温ガス炉として知られているが他に溶融ジオ原子炉方式の超高音炉も研究されている。超高音原子炉は 発生熱の出口部分で600から1000度近い高温であり、熱効率の高いガスタービン複合発電が可能である。また高温ゆえ、熱化学水素製造や原子力エチレン焼成、原子力石炭液化、原子力製鉄など工業熱源としても期待されており、熱電併給が可能である。水素は石炭液化プラントや重油あるいはタールサンドタールを 軽質油に転換する、重質油水素化分解プラントに不可欠である。そして、熱効率向上によりウラン消費量や、使用済み燃料の排出量が削減できる、冷媒が水でないため水素、水蒸気爆発が起きにくいなど、従来の軽水炉の欠点の多くを改善、一新する新世代炉である。 ドイツの AVR ロコオンガスロの設計は1947年アメリカ合衆国のオークリッジ国立研究所の電源発生部の職員によって最初に提案された。ドイツのルドルフ・シュルテン教授は1950年代に開発を推進した。アメリカのピーチボトム原子力発電所は最初の発電用高温ガスロであり、 これは成功理に終わり1966年から1974年にかけて技術的な証明の先駆者になった。高温ガス炉の設計の例の一つであるフォートセントブレイン原子力発電所は1979年から1989年にかけて運用された。この炉はいくつかの問題に苛なまれ、経済的理由から 炉は閉鎖されたものの、アメリカの高温ガス炉のコンセプトの証明として役立った。高温ガス炉は、英国のドラゴン炉、ドイツの AVR と THTR-300、日本の高温工学試験研究炉、中国の HTR-10 などでも研究された。これらの高温ガス炉を、さらに効率的に運用するため超高温化で、 利用できるようにするための研究も多く行われ、これが超高温炉の研究のきっかけともなっている。最近では、設計が事実上新型に更新され、現在は、超高温ガス炉として知られる形式で提案されている。高温ガス炉は一時冷却剤に、液体金属ではなくヘリウムを用いる、ガス直接冷却黒煙炉である。大型化が困難であるが、非常に、 露心溶液しにくい。高温ガス炉の特徴としては、多くの設計において、黒煙を原則剤とし、以前のような燃料棒でなく、何らかの形式で被膜された粒状の燃料の集合体を元にしているなど、受動安全性が重視されていることが挙げられる。ガス冷却の場合、商業を利用されている高温ガス炉と互換性がある。超高温炉の中で、 現在最も実用化に近い形式である、高温ガス炉には二つのタイプがある。一方は、ペブルベッド炉であり、もう一方は六角柱型炉である。六角柱炉は、炉心の形状からその名がついており、六角柱の燃料集合体の炭素ブロックが、円形の圧力容器に合うように組み合わされており、ペブルベッド炉の設計は、核燃料を黒煙で覆った。 人炭状の燃料を集め、6センチメートル程度の玉にしたものを、圧力容器中心部に積み上げたものである。両方の炉で、出力要求や設計に合わせて、格納容器の中央に、黒煙の塔をハイリリンにしたものもある。なお、歴史上初めて臨界に達した、原子炉も、黒煙炉であるが、これは、 原子爆弾材料のブルトニウム239の生成用原子炉を設計するための実験炉として開発されたものである。中性子の原則材は黒鉛であり、また、ペブルベッド方式、六角柱方式に関わらず露心の構成物にも黒鉛が多く含まれる。黒鉛火災対策超高温ガス炉において利用される核燃料はトリッソ型燃料粒子と呼ばれており、 炭化系素セラミックと黒塩によって被膜された燃料粒子である。トリッソ粒子は燃料の中心核を持っており、多くの場合プルトニウム、または二酸化ウランから構成される。しかしながら、炭化ウランや炭酸化ウランにも可能性はある。炭酸化ウランは酸素の両論量を減らすために、ウラン炭化物と二酸化ウランの混合物になっている。両論酸素量が少ないことは、 炭素素の酸化によって生じる一酸化炭素により、トリコ粒子内圧力の上昇を抑える。トリッソ粒子は、ペブルベッドの中に、ペブルに分散させたり中状に固められ、六角中状の炭素ブロックに入れられる。アルゴンヌ国立研究所で考案された、クアドリッソ燃料のコンセプトは進んだ、核反応を良好に制御するために使われている。ヘリウムは、 多くの高温ガス炉に使われている冷却剤でピーク温度と出力は露芯設計に依存する。ヘリウムは不活性気体であるためほとんどの素材に対して化学反応が起こらない。加えて他の冷却剤と比べ中性子の放射にさらされても放射化しない。ヘリウム以外の冷却剤ヘリウム以外に超臨界 CO2 サイクルガスタービン発電でも 同等の高効率発電が可能。最初期の黒煙原則ガス冷却炉では冷却剤2二酸化炭素を使用していたが、当時の技術では20音波を超える圧力と摂氏600度を超える高温に耐える素材が開発されていなかったため、軽水炉に比べ経済性が劣り現在の軽水炉が主流となりガス冷却炉は使用されなくなっていった。 直接サイクル高速炉として2000年に、超臨界 CO2 サイクルを使用した高速炉が、特許申請されている。高温状態のナトリウムでも、水ほど反応しないため、冷却に液体金属を使用する高速増殖炉でも有用な二次、冷却剤の候補である。超臨界 CO2 サイクルガスタービン発電は、火力発電分野においても利用が可能で、 東芝が30パ、摂氏1100度級発電プラントの実証実験を2017年から、米国で実施する予定。現状ではヘリウムにおいて、摂氏950度の超高温による、水素製造の実証、ヘリウムより圧力が高圧となり、原子炉、配管製造で不利な点があるため、超臨界 CO2 サイクルの採用はされていない。 炉心では6角柱型の制御棒が練炭状に穴の開いた黒煙ブロックの穴に差し込まれている。ペブルベッド炉が利用された場合、超高温炉は以前の PBMR 炉のように運用され、制御棒は周囲の黒煙反射体に差し込まれる。制御は中性子吸収材を含む小球を追加することで可能である。高温ガス炉の具体的な設計では、 ヘリウムの不活性で反応性を持たない性質と、黒煙の持つ大きな熱管性の性質を最大限活用するよう最適化され、固有の安全性を持つ。露診が黒煙で構成されていることから、高温でも大きな熱容量と強固な構造安定性を持ち、三炭化ウランで被覆された燃料によって、各分裂生成物の保持能力の高さと 200GWD、 t に達する高燃焼度を実現する。また、鮮度近い高い炉心出口温度により、熱エネルギーを工業的なプロセス加熱用途として、利用が可能である。さらなる耐熱性向上を目指し、炭化ジルコニウム被覆の開発が進んでいる。溶融時の冷却剤を使った形式の超高温炉は、新天型高温炉に類似しており、液体復活用が、 人ン型の燃料の冷却に使われる。これは一般的な超高温炉の設計と多くの特徴を共有しているが、ヘリウムの代わりに溶融樹を利用している。人ン型の燃料は溶融樹の中で漂い、このため流体冷却剤の中に導入されたばかりの重い燃料は炉の底に運ばれ、使い果たされ軽くなった上部のものから再循環のために取り除かれる。 溶融延長高温炉は多くの魅力的な特徴を持っている。溶融ジオの沸騰温度が1400度以上であることから来る高温で働く能力、低圧化の運用、高い出力、同じ状態で運用されるヘリウム冷却炉よりも優れた電気変換効果、受動的安全システム、自己発生時の各分裂性生物のより高い保持力などがその特徴となっている。 一方で、溶融ジオの金属への腐食性はこのタイプの原子炉を進める足かせとなっている。超高温炉では、熱と高い中性飼料、また、溶融ジオが採用された際には腐食性の環境といった問題があるため、従来の原子炉の限界を超える素材を必要としている。超高温炉を含む様々な第四世代原子炉の一般的な研究の中で、 ムルティとチェリットは、超高温度に利用するために経年した後であっても、圧力か、非圧力か問わず高い安定性を持ち、振動耐性、転生、強度が維持でき、耐食性も、初期的候補になる素材を提案している。ニッケル元の超合金、炭化ケ系素、特定の品質のグラファイト、コークロム鉄、耐熱金属などのいくつかの素材が提案されている。 超高温炉を建設する前に対処しなければならない問題を明確にするためにアメリカ国立研究所の指揮でさらなる研究が行われている各融合炉での研究核融合炉の冷却系においても溶融時を使用する検討がなされている高温まで扱える特性と溶融時に含まれるリチウムに中性子を当てヘリウムとトリチウムに分裂する反応で 核融合の燃料を生産する目的で研究が行われている。リチウム、ナトリウム、カリウムとフッ素の化合物を混合したフリナックも溶融ジオの候補となっている。溶融延長高温炉同様に腐食性の問題を抱えており低放射カフェライト高、バナジウム合金、シック、シック複合材料が退職材料の候補に上がっている。研究結果次第では 溶融延長高温炉へ応用が見込まれる。2002年に、米国のオークリッチ国立研究所が概念を提案した、溶融ジオ炉の燃料を液体燃料から、高温ガス炉と同様の粒状の固体燃料に、開口温化での利用を考えた、新型高温原子炉という計画があるが、これは、溶融ジオ利用の超高温原子炉に分類することが、できる。 1991年3月に日本原子力研究所が茨城県大洗町で高温工学試験研究炉を着工。1998年11月に発臨会。2016年3月18日実際の機器を使用した熱化学法イズプロセスによる水素製造実験に成功と日本原子力研究開発機構が発表した。今後、 実際の原子炉による稼働を目標に研究を進める予定。2017年にはポーランド及びイギリスと高温ガス炉技術の協力を開始した。日本原子力研究開発機構は東北地方太平洋を記地震以降運転を停止していた高温工学試験研究炉を2021年1月に運転再開する計画を持っており、 原子力規制委員会が2020年6月3日付で安全審査に合格した審査書を決定している。上記の日本との協力において、ポーランド国立原子力研究センターは研究用高温ガス炉と実用高温ガス炉の導入を検討している。ペブルベッドロの一種である PBMR を開発しているが、2010年南アフリカ共和国政府は、 同計画への資金提供を中止した。中華人民共和国で2009年に計画された、ペブルベッド型高温ガス炉2基からなる、原子炉は2013年竣工予定であった。2011年に着工され2016年2月に、ほぼ完成した。この合計電気出力20万キロワットの、HTRPM は、実証炉の段階にあり、2018年には、 試運転が認可された。今後は商業利用も予定している。2021年9月14日、臨海に成功した。中国で初の商用型60万キロワット級高温ガス炉の建設が決定。サウジアラビアが中国の中国核工業建設集団講師と高温ガス炉建設に関する了解覚書を締結。建設時期は未定。 中国核工業建設集団講師は、高温ガスロ実験炉をインドネシアで開発する協力協定に調印した。建設時期は未定。A. アメク・フォスター・ウィーラー社は、中国の核工業建設集団講師と、高温ガスロ共同開発に関する了解覚書を締結。英国等で高温ガスロ建設を念頭に、技術開発協力を行う方針。また、 A のロールス・ロイス社も同日、核工業建設集団講師と民生用原子力分野における戦略的協力強化で契約を締結したと発表。イギリスに所在する多国籍企業のユーレインコ社が上記の日本との高温ガスロ分野での協力において覚書を日本原子力研究開発機構と締結している。 同社はポーランド国立原子力研究センターと協力関係にある。米国の X エナジー社は同じ米国の大手電力のサザンニュークリア社と高温ガス炉の商用化を協力を行う了解予覚え書きを締結したと発表。X エナジー社のペブルベッド型高温ガス炉及びサザンニュークリア社参加企業が開発した溶融ジオ高速炉に アメリカ合衆国エネルギー省がそれぞれに4000万ドルの投資支援対象に選定される。ありがとうございます。